これは結構ね見落としがちっていうところで伝えるっていう、お米を作れる映像作家のスマホでできる動画発信の仕方っていうことでご紹介していきます。で今日は企画アイデアとかそういう流れで、これは結構ね見落としがちっていうところで当たり前を伝えるっていうことですね。まあ、当たり前を伝えるって何なのっていうことで動画あるんでご紹介します。で僕はお米も作れる映像作家っていうことで、まあ、実際お米農家で至って当たり前の動画を1回作ったんですよ。耕してから植えるとかで刈り取るまでを3分にまとめた動画があります。こんな感じ でそれをこういうふうにアップしたところですね、やっぱり都会の人から見たらリアル脱出村だとかそういう感じでね書かれるわけですよ。実際僕は当たり前のことやってるだけなのに、こういう感じでもう見る視点が変われば、まあ、すごくことやってるんだなっていうことがこれ気づかされたんですね。なので実際、まあ、皆さんのそのお仕事とか、まあ、お店さんで当たり前にやってるようなことがこういうふうに動画化するだけで、あ、すげえこんなことやってるんだ、それは美味しいはずだわとかってなるわけですね。まあ、それがいわゆるブランディングだとかそういうわけなんで、まあ、単純にこういうふうにしてる作業をまとめるだけでもそれがすごくいいコンテンツになりますよっていう例です。なのでこういう感じで当たり前を伝えるっていうことですね。まあ、こういう形でね、動画のアイデアの段階なんですけども、今回当たり前を伝えるっていうことでお話しさせていただきました。何かね、わからないこととあれば、こちら下の欄にね、コメントいただけたらお話しさせていただきますので、本日はご視聴ありがとうございました。